毎日が日曜日だったらって考えちゃいますのね。日曜日が休みではない私にとってはそれはどうでもいい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。お、さっちゃん。ということは、ほら、来た。ユミさんとの2人目の子供。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？どっちでも嬉しいよ。でも男の子の方がいいんかな。女の子やったもんね。あ、女の子2人目。ほうほうほう。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか？どうなんやろ、どっちにどうやろう。ユミさんかな。自然に任せよう。二人で名前を考えたのですが、私のたっちゃんと夫のよみおからとってのざんにしようと思います。よちゃん、よちゃん、よちゃん。のざんを大切に育てます。なんかちょっとよちゃん。温かく見守ってやってください。なんでそんなギュってなったん？もうちょっと余裕持って読んだらいいんじゃないかな。はい、それじゃあ早速マンション見ていこう。ただし今のこの時間帯、みんな結構自分の家の方に帰っとんやね。はい、ブラネちゃん入るよ。めっちゃ呼んでる。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。はい、遊びましょう。トランプババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。よし、来い。こっちか。違う、マジで反対の演技だったの。ああ、普通に負けた。めっちゃ普通に負けた。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。あゆなのそっくりさんには島のみんなが感謝してるんですよ。マジで？まあね、旦那さんもおるし、きっと幸せいっぱいなんでしょう。いただきます。はい、どうぞ。どうすか？まあまあ美味しかった。まあ普通やね。まあ普通ですね。ほい、それじゃあ、お、ユニポンちゃん入ります。ユニポンちゃんはよりを戻したりとかしないんすか？遊ぼう。その前にちょっと待って。友達に戻りなよ。というか、ほら、よりを戻しなよ。遊ぼう。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。よし、スタート。いきますよ。来い。失敗。いやー、絶対取れたと思った今。もう一回。もう一回だけですよ。さあ来い。2回目もすぐの可能性。はい。ああ、紐がついていました。めっちゃからかわれる。はい、来てくださいまし。失敗。あ、うー、早かったし遅かったなんてこったい。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝ティッシュをもらいました。こうやってティッシュが溜まっていく日々。他の人と遊んでいるのを見ると、ちょっと焼けちゃいます。なんでノア君に行くんじゃないでしょうね。ノア君多分普通に空いていたよ。普通に空いていたよ。フライパンでちょっと料理でもしていただこうかな。美味しく作ってみせましょう。お願いします。肉汁のうまみをぎゅっと凝縮するの。お肉料理いいね、いいね。どんな感じ？意外とカロリーは低いんだよ。めっちゃいいやん。カロリー低くて肉料理。どんな感じ？ん？ユニコーン流ステーキ。え、ステーキなのにカロリー低いのめっちゃいいやん。超いいやん。そのユニポンちゃん流がどんなのかが気になる。ありがとう。はい、それじゃあ。お、白蓮さん呼んでる呼んでる。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。遊びましょう。みんなめっちゃ遊びたがりやね。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。重なった2つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか、3つの選択肢から2つ選びましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問。これは何と何でしょう？きつねうどんと招き猫。答えは招き猫とシルエットクイズ第2問。第2問。これは何と何でしょう？トウモロコシかと思った。クリスタルとアユの塩焼き。アユの塩焼きとクリスタルでした。シルエットクイズ最終問題。最終問題。これは何と何でしょう？ゴーヤと蛇口。答えはゴーヤと蛇口でした。イエーイ、いいね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中間で。お宝カーネーションをもらいました。ありがとう。この島は旅人から見てどんな島に見えているのか心配です。きっと和気あいあいとした楽しい島だと思うよ。きっとね。さっきからさ、一人遊んだらもう一人遊びたくなるんやね。ゆうさん、入ります。そういえばそんな頭しとったね。一緒に遊びませんか？はい、遊びましょう。お、トランプや。来た来た。待って、ゆうさん表情変わらない。右で。一瞬で、一瞬で。ごめんね。おめでとうございます。速攻で勝敗がついてしまった。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝鈴をもらいました。ありがとう。叶わない夢なんて見るだけ無駄です。そんなことはないよ。夢を見た時間が宝物になるんじゃないのかとかいうちょっと良さげなことを言ってみる。いただきます。いいことかどうかは分からんけど、夢見るのは自由やもんね。別に結構美味しかったようです。お、よかったよかった。でそれによっていろんな経験ができることだし、経験は宝物なんだよ。うんうん、大していろんな経験してきてないけど。はい、それじゃあちょっと一軒家の方を見てみようか。もやもやがあった。もやもやが。お、ともやくんとのやりちゃん、のやりちゃんだね。お呼び出しをします。眠れないもので。なるほどね。でも2人で仲良くテレビ見ようっていいやん。マジで眠れないからってご飯食べたらダメだよ。おかゆぐらいにしとく。はい、いただきます。どうぞ。どうすか？まあまあ美味しかった。うん、よかったよかった。お礼にこれもあげます。はいはい。日用品サイドパズルをもらいました。ありがとう。ついつい自慢話もしてしまいます。マジであんまりしすぎたらちょっと友達に嫌われてしまうかもしれない。てかさっちゃんたちはどこかしらね。2人目の子供が生まれた。ユミさん、さっちゃん。おー、なるほど。夜やったらこういう感じになるんやね。はい、夜泣きが大変なのね。でもなんかユミさんもね、すごい育児に協力してくれて。どうした、大丈夫か？なんかちょっと深刻そうな感じやけど。育児について話しようかな。つい最近ね、上の子が一人暮らしを始めたばかりだっていうのに、またすぐに下の子が生まれて、こうやってまた夜泣きに困らされるっていう。辛いわ、明日仕事なのに朝からみたいな。めっちゃ大変そうやけど頑張って2人とも見守るよ、私は。はい、それじゃあ。もしかして今のってあれ？一軒家のとこ抜けてきた時にも、なんか赤ちゃんの泣き声聞こえよる？気のせいかな？え、聞こえた気がしてないけどどう？あ、ほら！赤ちゃんの泣き声めっちゃ聞こえる。すごい、ちゃんと聞こえるんやね。え、初めて知ったんですけど。初めて知ったんやけど。すごい。リアルや。そういうところめっちゃリアルや。じゃあ久々に誰かの夢の中に入っていこうと思うんやけど。なんだみんな。あ、ここ寝とるんやない？カーテン閉めてるとこか。夢見ろよ。台湾さん、あ、台湾さんめっちゃ久々な気がする。そうでもないかな。夢の中へ。夢も全部コンプリートはしてないけんな。多分。多分。どういう感じのくしゃみ？確実にこうなんか腕めっちゃ気合入ってるやん。一旦前に出すっていうね。かわいいけども。お、これで完璧に消えていった。風かな風かもしれないね、もしかしたら。これほっといたら戻ってくるんやったっけ？遠ざかっていきよんかな、近づいていきよんかな、これ。ぐるーっと回って戻ってきたりとか。風かなーで終わったかと思ったけど、あ、終わった。え、一応終わり悪いんやね。変な夢も見たな。うん、変だった。大丈夫かい？そのまま寝るんやね。どういうわけか実用品、風邪薬を拾いました。もらっていくよ。さあ、それじゃあ、りんちゃんは眠りが深いのか？ペッカナさんの夢の中へ行きましょう。はい。あ、魚のやつや。これは通り過ぎたら終わるやつやったよね。パターン的に。ああ、ペッカナさんが。これ絶対魚が自分やと思うやんね。なんかこういう自分じゃない視点みたいな、自分じゃないのがメインでど真ん中におる夢とかって見るもんなんかな。疲れてるのかな？多分そうだと思う。まあ、なんか全く知らん人と会話しよる夢とかは見るけど、でもあれってなんなんやろ。だって芸能人ですらないけんね。本当に知らん人やけんさ、誰って思うよね。起きた時に。はい、それじゃあカートくん入るよ。みんな夜更かし好きね。遊びましょう遊びましょう遊びましょう。共通点クイズ。2人のみの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。共通点クイズ、第1問。第1問。で、緑とちはやは、マンションでお隣さんである。ん？え、どうやっけ？違う。答えは、いいえでした。あ、なるほど。1回分違うんやね。共通点クイズ、第2問。第2問。ででゆうやとりんは2人ともノートパソコンを持っている。りんちゃん持っとったっけ？ゆうやさんは持っとったと思うんやけど。はい、答えは愛でした。ああ、よかった。共通点クイズ最終問題。最終問題。ででゆうまとのりは同じ性格である。性格なんかゆうまくんね、どんなやった？ドライ系やった？違うんじゃないかな。答えはいいえでした。ノリ系やった。ノリ系となごみ系。なるほどね。全然違うね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、風鈴をもらいました。ありがとう。予定のない休日って好きです。でも休日予定入っとった方が嬉しいけどな。なんか、なんとなく。仕事の予定とかはあれないけどさ、なんか友達との予定とか入れたくない？はい、ステーキどうぞ。いただきます。ユニポンちゃん流じゃなくてちょっと申し訳ないけど。どうすか？結構美味しかったようです。お、よかったよかった。そしてレベルアップ。はい、それじゃあ道具で、サンドバッグ。はい、どうぞ。道具、サンドバッグをプレゼントしました。はい、それじゃあ、早速。ストレスが溜まっていたのね、きっと。はい、ゴッドさん入るよ。遊んでください。遊びましょう。結構もうみんな恋人とかおるな。お、トランプ、今日で3回目。顔に出ない。これは、こっちと。見せかけて。ああ、普通に取っていかれた。ただの親切になってしまった。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。毎日が日曜日だったら。って考えちゃいますよね。日曜日が休みではない私にとってはそれはどうでもいい。毎日が休みだったらとは考えるけど。学生。でもな、あれだよね。大学まで行くと、日曜日でも、何かしらあったりとかするけんね。図書室に行って、レポートとか。図書室は常に空いとるもんな。年末年始以外やったら。まだ泣いてる。まだまだ泣いてるよ。頑張って、さっちゃんたち。じゃあ、私が協力するわ。子守に協力するわ。ほら、お隣さんね、夜けんね。ああ、もうほら、大変そう。ああ、もうほら、すごく大変そうよ。でもずっとなんかヨミさんがあやしてくれよんやね。じゃあ、私に貸してみ。私に貸してみ。どうしても、余談だがひやんでくれないのですが、助けてくれませんか？はい、引き受けましょう。ありがとうございます。余談、あゆなのそっくりさんだよ。そっくりさんだよ。はい、よしよしよし。どのリズムならよろしいかしら。ダメだな。こうか。あ、これだ。これやない。ほらほらほら。はい、泣き。おお、微妙。ああ。ちょ、待って。どれだ？どのリズムだ？ああ、なかなか。これは。あ、これじゃない、これ。はい、来た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 。泣きやんだよ。どうよ、ほら。私の力素晴らしくね。もう大丈夫なんじゃないかな、ほら。キラッキラよ、笑顔。もうほら、めっちゃ、ああ！ほらほら、泣く泣く。泣いちゃう、泣いちゃう。ほら、これでどう？もう泣き止んだんじゃない？ああ、ほら、もうね、すっかり泣き止んで。よかった、よかった。二人の夢も見ていこうか。ヨミさん。お？あ、これは勢いよく飛んでいくパターンのやつか。おー。なるほど。どういうわけか、実用品、風邪薬を拾いました。そして本当に吹っ飛んどるし。それでか。それでああいう夢を見たのか。多分、ヘキショーンって遠ざかっていくときにさっちゃんに蹴られたんやね。はい、それじゃあさっちゃんの夢。あ、これは私が映るやつではないの？てか、カーテンもあれや。黄色や。ほら。めっちゃびっくりしとる。めっちゃびっくりしとる。どういうわけかお宝防犯カメラを拾いました。ちょっと夫婦揃って寝相がよろしくないんじゃないの？いや、あれか？もしかしたらさっちゃんだけか。ユミさんは気を落とされただけかもしれない。あ、そのまま寝るのね。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんな、寝てただろうけど、叩き起こして、募金だよ募金。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。みんなこの場にね、なんか子供とか連れてきてないけど、家でおとなしく寝よんかな。はい、そして、B ニュース見てこう。日付が変わって9日午前0時になりました。B ニュースをお伝えします。お願いします。本日トンビがお好み焼きをさらっていった。河原でお好み焼きを食べていたところ、なぜ河原でお好み焼きを？屋台とかかな。それならありそう。日によると、トンビにお好み焼きを取られるのはこれで3回目。あまり気にしていないこのことでした。なんで川辺でスーツ姿でいるの？大丈夫？なんか大丈夫。ときめきましたというのはなぜ？トンビかっこいいけどね。かっこいいけどね。この時間だからどうでもいいニュースをしているのだろうか。ね、こんな時間だからそんなニュースを。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、順調にヨミさんとさっちゃんに2人目の子供を、さあ、アスムとユニポンちゃんはいつ元に戻るのか、最後まで戻らん可能性もあるんかな。2人だけになったらどうするんやろ、1人者が。選択肢なくなる。